広林光進です。今回取り上げるのは仏事での正しい服装です。中でも僧侶が身につける袈裟、そして浄土真宗の御門徒の皆さんに欠かすことのできない門徒式装についてわかりやすくご紹介します。まずは僧侶が身につける袈裟についてご紹介します。袈裟にはいろんな種類があります。まずは大きな法要や葬儀などで着用される七条袈裟です。七条袈裟は僧侶が最も礼節を表した服装で、絢爛豪華な袈裟です。そしてもう一つ、お寺で務まる法要や法事などで僧侶が身につける五条袈裟です。私たち浄土真宗本願寺派の僧侶の普段のいでたち、一番皆さんに馴染み深い服装といえば、今私が身につけている和袈裟と布法です。この和袈裟は先ほど紹介した五条袈裟を簡略化したもので、五条袈裟を折りたたみ一つの輪となるように作られています。昔々のインドでは僧侶は歯切れの布を拾い集め、それを縫い合わせて一枚の布を作り着ていました。それが袈裟の始まりと言われています。現在でも先ほどご紹介した七条袈裟や五条袈裟は小さな布を縫い合わせてできています。袈裟は僧侶が仏様へお参りする正装であり、仏様へのお敬いの心を表現するために着用するものです。では次に、浄土真宗の御門徒の皆さんに欠かすことのできない門徒式装についてご紹介します。門徒式装は仏事や法要などお寺へお参りする際の礼服を簡略化したものです。基本的な形は決まっていますが、色や柄などある程度自由に作ることができます。門徒式装には数多くの種類があります。お寺で作られたり地域で作られたり、または本願寺やお寺を中心に活動する団体で作られたり、そしてご法要の記念に作られる式装もあります。それでは早速その門徒式装を作られている法衣店にお邪魔してお話をお聞きしましょう。本願寺のすぐ近く、門前町の一角にあるのが川勝法衣店です。創業が明治の初めだそうですから、100年以上の歴史がある老舗の法衣店です。その川勝法衣店店長の古市さんに式装についてお話をお伺いしました。今日はすいません、お忙しいところお邪魔しまして、よろしくお願いします。広林と申します。よろしくお願いいたします。いやもうすいません、もうこうしてなんかもう本当京都の老舗、まあ、本屋さんっていう感じのこの店内の中で、でまた社長さんもすいません、もうありがとうございます。社長さんと店長の藤井さんと、よろしくお願いいたします。おいただきました。よろしくお願いいたします。いやすいません、またもうこうしてまた並べてあるんですが、はい、今まああの仏事のお前の時のまあ服装として、はい、まあお袈裟、そして門徒式装、はい、でまあ、主に
モントスキ賞についてちょっとお伺いさせてもらいたいなと思ってるんですが、はいはいはい、まあ、ちなみにまあこうして並べてありますから、こっちから向こうがオケさん で、 そうですね、こっちから、はい、こっちがまあ指揮賞っていうことで、はい、いいですよね。はい、結構でございます。でちょっと店長さんにお聞きしたいんですが、はい、大体このカーカスさんではどれぐらいの種類のモント指揮賞を扱ってらっしゃるんでしょうか。そうでございますね、私どもカタログを出させていただいてるんですけども、うん、カタログだけでもやっぱり30点余り、はあ、もちろんそれ以外にも、うん、ご分断のご制定の、うん、例えばこれは750回忌の記念式賞でございますし、うん、そうですね、新南省に750回大本経も、はいはい、こちらは、はい、仏教人会の、うん、連盟の式賞でございますし、まあ、それ以外にもいろいろオリジナルでお作りなさるのもございますし、本当に種類としてはたくさんございます。あるわけですね、はいはい、それでまあよくこうご門徒さんからいろいろご質問をいただくんですが、例えば門徒式賞でまあ男性用女性用ってあるんですかってよく聞かれるんですが、それはどのように考えたらよろしいでしょうか。まずないと申し上げた方がよろしいんじゃないかと思います、うんうん、ご覧のように、うん、こう決まりで、うん、仏教婦人会さんであれば婦人会の方とか、うん、そういうことで、まあ、男女の 仏装であれば、うん、仏教少年会の方は男性という、うん、そういうのはございますけども、一般的にはまずございません、うん、ただ色合いで例えば男性向きとか、うん、女性向きとか、うんというふうな色合いはございますので、うん、まあ、そういうようなところで皆さんお選びをいただいておりますようでございます ね、 ですよね、はい、いろんな色相を持ってらっしゃる方が、はいはい、どれを選んでいったらいいんですかってよく聞かれるんですけど、これはどういうふうに考えたらいいですかね、はい、まあ、その時の、まあ、ご法要なり、うん、ご法座なりに合わせて、うん、その色相というのをお使いいただいたらいかがかと思います、まあ、その用途によって使い分けるっていうことも大事だということですね、はいはい、色相というのは、うん、ご覧のように背門と、はい、両胸の門がございます、はい、で背門というのは必ず、あ、そうですよね、はい、後ろに、はい、御門がこういうふうな状態になります、うん、時々逆にそうですよね、お使いの方もお見受けいたします。門が本当下がり富士なのに、はい、上り富士になってるみたいなそうですよね、そうなりますよね、そうです、はい、これは全て西陣織でおっとりますので、うん、まあ、金蘭というものでございます、うんうん、はい、一番やはりその金蘭というのは湿気を嫌いますので、うんうんうん、できるだけ湿気のないような、うん、ところで、うん、まあ、保管といいますかね、うんうん、置いていただくのが一番よろしいんじゃないかと思いますね、うんうん、はい、やっぱり結局はいかに普段もう身につけるかということが大事ですね。それが一番よろしくございますね。あ、そうですね、はい、お使いいただきますとやはりそれで、うん、まあ、しまっておくいただいておくよりは、うん、よろしいんじゃないかと思いますね、はい、おけさと色相ってどういった違いがあるんですかってよく聞かれるんですけど、はい、これ大まかにどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。大まかに、まあ、これは当たり前のようなことですけども、はい、おけさっていうのはもうお寺さんに限って、うん、僧侶の方に限ってご使用いただくと、はい、で色相というのは、うん、ご門徒の方に限って使っていただくということでございますね、うんうん、はい、それぞれ成り立ちの歴史が違いますので、違うということで、はい、縫い目がございますんですよね、はい、うん、縫い目が外側といいますか、はいはい、これが門徒式装でございます、うん、なぜかといえば紙伏し紐であったり肩絹というのはですね、はい、こう襟がこのような状態で、あ、そうですよね、そういうところから出ましたので、このように身の方にこう縫い目があるというところでございますね、今朝と門徒式賞の成り立ちが違う、はいはい、じゃあ成り立ちが違うっていうことは、はい、門徒式賞の前は、はい、まあ、清掃っていうものは一体何だったんでしょうかね、まあ、仏前にも出る時の清掃ということでございますので、うんうん、以前は肩絹、うん、やはり紙紐というのを、うん、仏前に出る時の清掃としてお使いいただいておったようでございます。肩絹っては簡単に説明していただくと、このそうですね、はい、よく
武士が、はい、あの上下の要するに上下の上のような上の、はい、ような形でございますね。で上と下で上下そうです。で下が、まあ、袴ということなんですよ ね, すね、はい、今でも大きな法要では、はい、まあ兵器とかで、はい、まあ、あの上下片銀をつけられた方をね、はいはいはい、あの見れますけど、はい、いつぐらいからこうやって門徒指揮者になったんでしょうかね、うん、それはですねやはり明治、うん、大正昭和とですね和装から洋装に変化してきた中で、うんうん、洋装の上に、うん、その、まあ、片絹とか上下というのはやはりこう着用しにくい と,、うん、しづらいというところから昭和の初めに門徒指揮章というのが出てきたのではないかというふうに思っております。あ、そうか、はい、そうか。いやもう本当素敵な分かりやすい説明ありがとうございました。もう本当その声にしびれますね。あ、待って余計なことで最後にちょっと社長さんちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、まあ、未だにこうやって清掃である、まあ、片絹や上下を、まあ、されている、例えばよかったらお寺って、まあ、長年の経験上なんかご存じないでしょうか。はい、今滋賀県の方にその習慣を保って、はいはい、あるんですか。片銀をお使いになっているお寺さんがございます。あ、そうですか、はい、やっぱりさすがですね。もう川勝保育店4代目。あ、またすいません失礼しました。でも本当、あ、じゃあ早速ちょっとそお邪魔したいと思います。今日はもう本当にありがとうございました。お忙しい中どうも本当ありがとうございました。どうぞ失礼します。前半は今朝、後半は色彰についてご紹介しました。色彰はお寺に集まった人々が同じ色彰をかけて一堂に返すことにより同朋意識、つまり同じ念仏者として意識を高めるとともに仏様へのお敬いの気持ちを表す念仏者としての証しとしての役割を担っています。色彰をお持ちの方はぜひ色彰をかけてお寺にお参りください。まだ色彰をお持ちでない方はこれをご縁にお求めいただき、色彰をかけてお参りいただければ嬉しいです。さて次回は先ほどお話にもありました片絹と上下をご紹介します。京都のお隣滋賀県に今でも片絹と上下を大切に使い続けておられる方々がおられます。そのお寺にお邪魔し詳しいお話をお伺いします。次回もお楽しみに。